はい、皆さんこんにちは。今日はね、どこにいるかというとですね、こちら後ろにですね、見えると思うんですけども、一回ね、皆さんにですね、ご紹介したあのガレージなんですけども、結構ね、この勘違いが皆さんされてるところあるんで、ちょっと説明をね、していきたいと思うんで、ちょっと待ってくださいね。こんな感じで。これ、まあこんな感じですね。すいませんね。これね、実はあのダイムラーっていうね、この皆さんね、なんかね、あれなんだよね、あ、色の問題かな、色の問題でどうもその、なんとかな、ロールスロイスとね勘違いされる方いるんだけども、これはあの、ダイムラーのですね、DS420 というね車なんですよ。で、実はこの僕はあの、なんていうかな、この外出してですね、その食事に行ったりするときにあのこの車をね、使いたいと思って一応買ったんだけども、まあ、全体で見るとこんな感じですね。これ固定にできるかな、あ、こんな感じでですね、固定で、すいませんね、なんか、まあこんな感じでですね、この間もね、ちょっとある お客さんね、ぜひこの車見たいって言うんでね、案内したことあるんですよ。で、これはやっぱりね、ちょっとインパクトあるみたいで、皆さんね、大喜びなんですね。っていうのは、これ、長さがね、6メーター50くらいあるのかな。これイギリスのね、なんていうかな、王室とかあのイギリスのですね、なんていうの、官僚とか、まあ、そういう人たちがね利用する車で、でなんと2トン以上あるんだよねでこれが以前にですね、皆さんにご心配をおかけしたですね、この巨体でですね、箱根の下り坂を走ってる時にブレーキが効かなくなってですね、慌ててエクシブの箱根離宮にちょうどたまたまね、目の前にあったんでそこ飛び込んでですね、命かながら帰ってきたというね形なんだけど、どうですか、これ結構、ね、レストアしまして、エンジンも絶好調でですね、まあ、このくらいの時代の車というのはですね、大体電気系統か、いわゆる、なんていうの、燃料系かですね。でエンジン自体は結構意外にシンプルなね、これはこれは6気筒かなのエンジンだったと思うね。でまあこんな感じになっててですね、何しろこれはあの前のですね運転席、が、ですねこんな感じで、ちょっと待って鍵開いてね、運転席がねこんな感じなんですよ。でこの操作するね、コックピット的な、ね、メーター類がいっぱいついてるんで、一応手書きでね、どれがどれっていうのを書いとかないとわからないっていうね、感じなんですね。で、これ実はですね、この、後ろに、これリムジンになってて、ここのですね、扉が上がったり下がったりする形になってて、で、上げちゃうと後ろの声がね、なかなか聞こえづらいってことでなってるんだけども、これね、今180くらいのね、身長が180くらいの運転手を使ってるんだけど、結構来る厳しいっていうかね、これ後ろに下がらないんですよ、このシート。つまりですね、リアシートのに座る人を優先した作りになってるので、前はですね非常にコンパクトで、ですね、運転がしづらいような感じになってますね。で、こちら側のところを開けると、まあ、こんな感じになってまして、暗いかな、見えるか、まあ、こんな感じでね、リアシートを言ったりしまして、まあ、本当はここにね、補助的なシートがついてるんだけども、今はこのちょっと、家具を入れているので、とりあえずここはですね、シートはそのまま使えない状態になってるわけですね。
で、まあ、後ろから見るとこんな感じでですね、まあ、足元もこうゆったりとですね、まあほとんどこう、ね、足突っ張る、突っ張ってもですね、前に当たらないくらいの室内空間になってまして、まあ、これで一応ですね、出かけるわけです。で、まあ、何がやっぱりいいかというと、なんていうかな、こう、古き良き時代のね、その、雰囲気がなんとなく漂っていて、で、このね、多分マホガニーだと思うんだけども、まあ、この木もね、本物なんですよ。要するに、今のはね、大体プラスチックなのか、まあ、そういうのにね、プリント柄の感じですけども、これ実はですね、全部手作りなんですね。で、この、なんとかな、こういう、ね、まあ、灰皿あったりして、どうせ使わないんだけども、これもですね、実は本物の木なんですよ。ここがやっぱイギリス人ってすごいなと思うんだよね。で、多分ね、こういうことをね、今は、ほとんど、その、なんとか車作りで、こだわらないじゃん。こういうね、こういうとこね、こういうとこ、とか、こういうとこも全部ね、手作りの木なんですよ。だから、柄もね、要するに、天然の木を使っているので、同じじゃないんですね。ただ素材は一緒なんで、で、この家具もね、実はこれ、後付けで僕が、アンティークショップでですね、見つけて、お、柄一緒じゃんみたいな感じだったんで、こいつをね、つけてみたんですね。で、まあ、こんな感じで、こう引き出し。ね、まあ、今何にも入ってないですけど、出かけるときにはここに入ってた。酒が入ってたりするんだよね。で、ここで一応ですね、クーラーボックス、これ専用のクーラーボックスがありまして、そこに氷を入れて、まあ、なんとなく、ハイボールかなんか飲んでね、か、まあ、大体この熊の時はハイボールか、まあ、ビールとハイボール、あとワインかな、くらい飲んでね、まあ、ゆったりと過ごしてるわけですよ。まあ、どうですかね。やっぱりさ、その、一応ね、その、まあ、ちょっと高級なところにですね、行ったり、あと、ね、いろんな形で、その、お招きを受けたりするときには、一応この車で夫婦でね、出かけていくわけだけども、なんていうかな、かっこいいじゃん、なんか。一回ね、この車が来てすぐですね、なんていうかな、鎌倉の、プリンスホテルか。で、一応ね、公園があって、で、せっかくだからってね、完成したんで、この車でね、公園に行きましたけども、やっぱり終わってね、じゃあ、失礼しますなんて、懇親会終わって運転手席でね、この車に乗り込んだ時に、イエーとか言ってみんなね、寄ってきて、まあ、車談義でね、30分くらいそう喋ってですね、帰ってきたっていうね、ことがありまして、どうですか皆さん、これね、なんとなく、こう、豊かな時代の車だよね、と。で、やっぱりさ、日本の車でも、僕はセンチュリーがすごい好きでね、そのうち、ね、一度センチュリー買おうかなっていうことに思ったんだけども、やっぱね、王室で使ってるロイヤルみたいな広さはないんだよね。で、なので、やっぱり、こう、なんとかな、リムジンっていうね、そのカテゴリーでいくと、まあ、基本的にそのアメリカのね、そのなんか、ストレッチリムジンって真ん中ぶった切ってね、長くして、立派な車作ってるけど、あれはちょっとね、今度実用性ないし、このくらいだとなんとなくホテルの駐車場もギリギリ入れる感じ、なんだよね。あとデパートに買い物行っても、まあ、基本的には、車止められるけども、これよりちょっと長くなると、めんどくさいかなって感じだね。で、トランクもね、非常にその広くてですね、だだ、ちょっと見てみますか。トランクもね、ゴルフバッグがいっぱい入るんですよ。で、まだ未だにね、ゴルフはこれで行ってないけども、一応、あ、ちょっとなんか汚いね。こんな感じで、ゴルフバッグも縦にね、4つ入る感じになってるんですね。だから、これでね、ゴルフに行ってもいいわけだけども、
まあ、今のところ僕はこれ食事に行くとかですね、の時に、まあ、専用みたいになっちゃったかな。なんとなくあれですね、食事に行く時だけこれ使う感じかな、っていうことですね。まあ、普段からね、その乗るようなあれじゃないんだけども、ここにね、タンクがね 2つあるんだよ。ここにね、こっち側にタンクあるよね。で、こっち側にもタンクがあって、これつながってないんですよ。だから両方入れて、で、まあ、運転席にですね、この、いわゆるメーターがあってですね、どこだ、燃料タンクの切り替えですね、燃料タンクの切り替えがあって、でこの燃料系が右と左に分かれていて、片方がなくなったら片方につなぐってことなんですけども、入れ忘れちゃうとあっという間に 燃料なくなってですね、まあ、この頃独特の、なんていうかな、燃費の悪さっていうか、まあ、2トンもあってね、ガソリンなんで、ですね、これは4.2リッターかなのエンジンなんで、どうだろう、リッター4走るか走んないかぐらいかな、ですね、まあ、そういう形で、オリジナルのね、全部こう、ダイムラーのこのマークがあって、おしゃれでいいでしょう。これは年数はね、実は平成2年じゃなかったかな、平成なんだよね。だからそんな古いといっても、他の車と比べればそんなに古くない感じかな。一応買った時も結構綺麗だったんだけど、やっぱ板金が傷んでて、やっぱりその板金をちょっとね、いじって、であとメッキ類ですね、のところもしっかりと直して、なんとなく新車っぽいでしょ。まあこんなの今時新車で作っても売れないだろうけどさ、なんかこう奥ゆかしいっていうね、感じで非常に気に入ってる車なんでね、何か機会があってね、こちらにいらっしゃって、送迎の時にでもね、たまに親しい人来ると、まあ、これで送迎に行ってですね、乗せたりするんだけども、やっぱりね、目立つよね。ということで、どうですかね、皆さん、この車は結構ね、インパクトあって、ですね、まあ、これはもう多分売るつもりはないんで、そのまま、ですね、ずっと次の代っていうか、まあ、次の代の人、ね、その維持できるかどうかは別として、一応ね、大事にしていきたいと思ってます。ということで、まあ、今日はね、車の話をさせていただきました。ということで、この操作がまだうまくいかなくてね、これでね、こっちに戻るはずなんだけどさ、セーフになったね。ということで、ね、どうでしたでしょうか。またね、機会ありましたら、いろんな、また車の話なんかもね、させていただきたいと思ってますので、ぜひね、今後とも、ね、いろんな幅広いお話をさせていただきますから、まあ、ぜひね、お楽しみにしていただきたいと思います。ということで、これ、後ろ側にも あ、こっちセルフィーになってから、ダメか。ね、ここで一杯飲めるように、後ろにですね、ウイスキーが ずいぶん並んでますけども、これ一生のうちに飲み切れるかどうかね、わからないくらい入ってますので まあ、希望する方はこちらで一杯ね、できるような形もね、そのうちしたいと思ってますので、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。それではまた。